はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは。今回はですね、戦国無双2、無双演武やっていきましょう。第3ステージということで、長篠の戦いですね。服部半蔵やっていきましょう。さあ、次のステージからですね、多分難しくなってきますね、結構。徳川家康は三方ヶ原の危機を脱した。武田信玄は上洛を再開するも、その途上、病に倒れ、急死した。信玄の遺児勝頼は武田の天下を夢見、再び家康に戦いを挑み、長篠城を攻撃。対して織田信長が家康の援軍に駆けつける。戦国最強を謳われた武田騎馬軍団と乱世を武で席巻する織田鉄砲軍団が長篠の地で激突する。服部半蔵も長篠の戦場にあった。ただ主の敵を倒すために。戦決すは武器にあらず、覚悟なり。第3話、長篠の戦い。影は闇に踊る。さあ、ということでやっていきます。長篠の戦い、武器はですね、これです。首投げがまあ取ったんで、これでいきます。攻撃級ついてるんで意外といいですね。まあ3武器取るまではとりあえず武器育成はやめておこうかなと勝手に思ってますが、チャージ攻撃がね、2個増えたんやけど、まだちょっと使えるレベルじゃないかな。で、長篠の戦いね、ちょっと待ってね。長篠。待てよ。霧箱が右下だけじゃね、これ。あ、1個しかないん、ここ。霧箱、あ、1個しかないな。1個しかないっぽいな。マジかよ。きつ。やだ、1個しかないんですけど。あ、あるわ、左上にあるわ。ごめん、あった。ここで武田を打ち滅ぼす。どこや。半蔵、頼んだぞ。え、どうした。攻撃忍術。なあそれ。あ、やばい。砲台や。死んじゃうって。攻撃の隙をつけ。ああ、ちょっと撃たせろ。ちょっと待てってお前。ちょっと撃たせろって俺にも攻撃を。そうよね、多分こういうことになるよね。なんか来とんなした。誰やこいつ。ああ、雪村や。甘えは本当にジャンゴするの嫌や。おい、緊急回避欲しいんやけど。いや、産まない。マジで産まない。危ない。いや、このね、駆け引きが本当にうまいわ、このゲーム。敵の。なんでこんな駆け引きうまいの。何なんて、何の救援。あ、どうやって行くの。上から行けないのか。もしかして忍びの道通らないかんとか、そういうことかな。いけるよ、大丈夫だ、いけるいける、余裕。ババチ倒そう、ババチ。よし。
長倒したらなんか配下部署全員どっか行ってくれたよね。乗れ武田騎馬隊は戦国最強、なぜ突破できるであるか。鉄砲隊連続戦車、武田を滅せよ。え、待って、スクラバラ。あー、でもそうか、これ凍るんか。本を出すため、あなたの戦闘、敵主の討滅せよ。ウヌが武功、褒めおこう。そうか、武装ゲージが待ってたら凍るんやな。もう、めっちゃ反撃食らうんやけど。あいつら倒したらいいんか、任せい。お任せい。わしに任せい。さあ、行くぞ。あいつら蹴散らして、こいつらケチらしいの。ちょっと待ってよ。オッケー、これ小判、で、左上に切り箱があるんよ。左上に切り箱あるんで、それだけ取っとこうか。どこや、あれかな、あれっぽいや。いいね、長篠の織田軍って結構なんか安心感違うね。安心感。敵だったらめっちゃ嫌やけど、味方がだったら結構嬉しいね。どれだかい。天の助けか、わしはここぞ。いざ戦わん。よし、討滅せよ。強いのね。押して参る。置いた。いいね、あ、いいね。いやー、これ効率強いわ。効果が強い、効果が。もうよかろう。砲撃やめい。全軍、いや、まあ、砲撃ほとんど意味ないか。俺やないか。砲撃ちゃうやんけ。俺が倒しとるやないかい。あれ、やまおえん、撤退するぞ。退却開始。逃げるか、無益、無駄、そして無妙よ。そして無妙よ。武田を無に帰すのだ。逃がさず撃破せよ。閉じなさい。勝頼を逃がしてはなりません。あら、あれ。あのある武士と。あれ、これ、あの山の部分倒さんかったっけ。倒してないっけ。あれ、この子倒した気がするんやけど。よし、負けちまう。おのれ、門が閉じておる。迂回するぞ。なんかわけわからん方から敵がガンガン出てくんやけど。討滅せよ。鬼の反動となる。こんなやつおったっけ。名のある武士とお見受けいたす。こら、あー、こら、こらんかい。よし、赤者、討滅せよ。ウヌが武功、褒めおこう。これ逃げられるんじゃね？大丈夫。待て待て、お前逃げられんなよ。して参る。あー、いいですね、妨害してる。これ、いやー、これよ、お前。いや、ちょっとガード多ない。討滅せよ。鬼の反動の波にかがわぬ働きよ。もはや武田の助かる道はない。ならば物の意地を見てよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。雪村、こっち来い。お前は俺がかくまってやる。お前だけ、お前だけやで。武田は真田が、なんか頑張っとんやけど、こいつ、こいつ頑張っとる。いやー、範囲広い。
や、これこれマジで。飛びすぎやって、お前。それはお前、その場に置いとかないかまえ。おい、いやー、ちょっと待って、あー、ちょっと待って、いやーもうこいつほんま凍滅せよ。残すはカダネ。落ち着けよ、落ち着くのは俺か。すごいね。やばい。あれ、これって逃げられる、もしかして。まずい。あれ、これやばいんじゃね。酒井が思ってるサクッてやられた。あ、これやばいかもしれん。あ、ちょっと待てよ。脱出地点どこや。あ、右上か。押して参る。敵将。え、まずくない？逃げられるんじゃない？マジで。その分、まさに貴様の腹じゃな。ちょっと待って。誰か出んのか。もう一人ぐらい押せるやつおらんのか。あ、これやばいな。あ、これやばいな。ちょっと待てよ。やばいやばいやばい。逃げられる逃げられる。誰かもう一人ぐらい押さえろ。こいつマジ早すぎやろ、逃げるの。キモいってそれは。ここで一心報いてみせる。いいやね、どんなギャルするんだよ。あ、なんか増えたかも、俺のこのチャージ音が。チャージ音増えた。増えた。増えたね。よし。敵将。オッケー。ウヌが武功、褒めおこう。勝敗は決した。今は武田を根から絶やせ。よし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 。あー、全員倒さない関係。結局一緒なんか、一緒は一緒なんか。いや、そんなに焦って配下武士だと倒すんだらよかったよ。よし、じゃああとあいつだけ倒そうか。いきます。切り箱も取ったしね。取ったね。 OK、なんでもう気にすることないです。あと、ごめん、ここに占領箱が多分ある。あれが占領箱や。これだけ取っとこう。はい、これ倒したらいいんですね。その仕事が助けられるとはな。いざ戦わん。よし、よし、終わり、終わりじゃな。よしよし、終わった終わった終わった。オッケー。多くの武士が言った。難しい。おはや戦に我が血は騒ぐまい。めっちゃ怖いよ、めっちゃ笑える、めっちゃ笑える。怖いって。やめて。読み字を惑う。
さあ、ということで、今回は、今回じゃない、まだもう一ステージあるわ。忘れとった。よし。なんか来いやー、いいのー。うわー、炎かー。炎いいんやけどさー、普通に、氷のが優秀だと思う。氷のが優秀やわ。第三武器欲しいな。めっちゃ取るやん。めっちゃ取る。さあ、ということで次のステージ行きましょうか。次のステージは、誰でしょうか。小巻長くて、けど、一旦。いらっしゃいませ。今日は特売品があります。たくさん買ってくださいね。ないやん、特売品。嘘つくな。しよっかな。どうしよっかな。こんなもんか。たくさん。結構お金使うな。結構お金使うな。お金が足りんぞ。いくら貯めても。なんぼでも貯まるぞ。小牧長くてですね、今回。今日、本能寺。織田信長は家臣、明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。長篠の戦いは服部半蔵らの活躍で織田徳川方が勝利した。信長はこれにより乱世の覇者となったが、ほどなく家臣明智光秀の謀反に遭い、その野望は夢幻と散った。主の敵光秀を討った羽柴秀吉と家康の間で信長の天下は争われることになった。決戦の地は小牧長久手。そして服部半蔵も戦場にあった。ただ主の敵を倒すために。主の天下、妨げどもを消す。第4話、小牧長久手の戦い。影は闇に踊る。さあ、やっていきましょう。小牧長久手の戦いです。まあ武器はね、もうこれでいいわ。はい、炎よりも多分こっちの方がいいと思う。氷結構優秀なんやな、こう見たら。これ鎖亀やしな。まあこれでいいや、変わらん。よし、行きましょうか。いっぱいおるね。あー、ねねちゃんおる、かわいい。ねねちゃんかわいい。お前様って言われて、あ、俺も嫁さんにお前様って言わせようかな。お前様って。ちょっと待って、言われるとこにおる。全然見てなかった。お前様って呼ばれることだけ想像して、ええへん。さあ、これで、まず占領箱取ってきます。はい。で、この左側にも占領箱があるのに。こっち側にも。ここ占領箱。はい。で、どうしよっか。一旦敵の方行くか。こっちね。入ってきた。やばいぞ。どうしたね俺。榊原と岩崎城奪還。お任せ。なんかめっちゃおるんやけど。よし。いざ尋常に勝負。おい、勝て。透明
半蔵の名にたがわぬ。こいつマジかて。されているか。これは下のがやばいか。下倒すのが先か。すまない、助かった。任せろ。お前の命は俺の命や。己の命は我の命や。こいつ詰めちゃお前も倒しとかんともう後から痛み見る俺や。任した行こう。ふざけんなよ。何しとお前。よし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 、これで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 、待て、なんかおるな、ここらへん。おいおいおい、よし、何じゃん、当たってないよ。鬼の半蔵の名にたがわぬ。よし、なりちゃん影無敵で、こっちにもおるやろ。これ、倒しなかったら厳しいからな。大丈夫だと踏んどんやけど。で、上倒そう。これね、マジで詰め所がしたね、ほんと細かく倒しとらんとこんなにヤバくなるの。ドラバイこれ。よし、しゃ、へえ、奪還成功。他が手薄になっておるぞ。やらせねえよ。味方の前線を守りきれ、任せろ。結構危ないっすな。さあ行くぜ、味方の前線や、あいつらを守るぞ。左が危ないな、左大丈夫かな。この攻撃力上がっとるうちに稲葉一撃と、おい、うら、戦場にとどろく無茶ぶりぞ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。無敵に、あー、くそ、銃はマジでいらん。来い、秀吉、秀吉じゃない、あいつ誰や。尋常に勝負。おお、これいいよ。マジか。よし、おお、怖っ。お前ふざけんな。半蔵の名にたがわぬ。よしよし、とりあえずこんなもんでいいんじゃない。で、下行くよ。違う、こっからはいけ、いけへんがな。まだ左は大丈夫やな。なんなん、もうやめて。どっちや、詰め所は赤か、赤や、赤です。いざ尋常に
に勝負。いや、これはね、ちょっと、ああ使ってしまった、やっちゃった、癖で使ってしまった。これね、使わん方がね、コール剣ダメージ全然入るんだな。多分マジでこれ使う方がいいと思う。武装ゲージは溜めずに戦った方がいいと思うわ。じゃないとね、多分ね、敵のさ、あの高ランク剣さ、高ランクなる剣、普通に武装ゲージが溜まってなかったら、多分そっちのが多分ね、後々考えるとダメージの蓄積的には少ない気がするんだ。こいつを潰すと今度は上から出てくるやつだ。これあっ、そうこんな感じで、こんな感じで凍ってくれた方が、凍滅鬼の半蔵の名に違わない。秀吉の負けは決しておった。全軍すべ、秀吉の領は私のじゃ。切り箱よし。で、ちょっと右の左のあの詰所が危ないな。あれなんか奪われそうやな。奪われたら誰や。これ潰していこうか。へい。あ、今の何やった、ごめん、いけなかった。今の小判かな、しくった。なんて忍びの道より。私も頑張るよ、お前様。あ、なんか来たんですけど、やだ。ネネチやめて。誰ぞ助けよ。この信勝死すればこの戦負けぞ。おお、うちの人のためにそこをどいてくださいね。うわ、強っ。私も通じる相手じゃないわね。これ OK。 これお前、わけわからん分身すんなよ、お前みたいに。おっしゃ、凍滅。見事、いよいよ武の道極めよ。しゃ。さあ、上行きますよ。家康が危ない、家康が。ねねちゃん使いたいな。ねねちゃんっていつのやったら出てくるやろ。出てきとったっけ。まだ出てきてないよね。ねねちゃんがすんごい使いたい。馬で行った方がね、強いのが意外とね、馬が優秀なんや。あ、ちょっと待って、これ忍びの道か、忘れとった。こっちだな。はい、よし、行きまーす、助けまーす。いざ尋常に勝負。我が首見事取ってるや。ほらこいや、お前ら、私の主に凍滅せり、凍滅しますよ。強い。敵将、ぶっ壊れすぎ。
どう？もうあと上だけ？忍びの道になるとさ、どうしてもさ、あれなんやけど、馬がさ、取れんくなるんやけど。失敗。リツナちゃん。どうや。うわ、怖っ。あ、マジで。マジで速い。このゲーム左近強ない。敵将討滅せり。猿は忍びより素早い。だが主のため必ず追いつき滅す。あ、終わった。あ、秀吉倒したら終わりか。ごめん、左の柴左近倒してないわ。完全に忘れとった。ああ、そういうことね。秀吉倒した終わりか。いや、でもちょっと半蔵が強くなってきたね。強くなってませんでした。はい、はい。ああ、待って、これ。ああ、しくった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 。あ、しくった！完全にやらかした。ああ、これの、めっちゃ、また出てきた攻撃人物と。めっちゃ出てくるな。さあ、ということでですね、3ステージ、第4ステージ終わりましょう。今回はこれで終わります。はい、どうもですね、ありがとうございました。また次の動画で、お会いしましょう。じゃあ、お疲れ様。バイバイ。